どうも文禄です。今日はですね、セーラーの千円万年筆ハイエースネオに顔料インクを入れていこうかなと思ってるんですよ。セーラーのねストーリア、今日はそのピンク色を入れてみたいと思います。このハイエースネオもね、セーラーのストーリアを入れて使うっていうのを売りにしてるんですよ。だからね、これストーリアを入れて使おうかなと思って、このハイエースネオね、以前はね普通の黒インクを入れてたんですけど、ちょっとね1日放置しちゃうとドライアップしちゃって、でなかなかインクが出てこないっていうね、そういう欠点があったので、この万年筆に果たしてね顔料インク入れていいもんだろうかってね、ちょっと思うんですよね。顔料インク入れた状態でドライアップしたらね大変ですからね。コンバーターね、これも買っておいたんで、コンバーターを使っていきたいと思います。パイロットもね、セーラーもね、プラチナもね、コンバーターがね、世界標準のコンバーターじゃないんですよね。だから純正のねコンバーターを買う必要があります。なので純正のコンバーターを買ってきました。はい、じゃあここに刺しますと、はい、満タン入りました。じゃあね締めていくんで、こんな感じになるんですけど、ここがねインクの色で染まるんで、まあ、それが綺麗な感じになるとね、ここもピンク色に染まりましたね。これで綺麗になるよと、そういうものになってますね。これで描いてみます。やっぱねハイエースネオの描きやすいですね。線も細いですし、うん、結構僕好きなんですよね。これ本当ね、このすぐに乾くところさえ克服されれば本当にいいものだと思うんですよね。まあ、ハイエースネオはやっぱりストーリアを入れて楽しむ、これがやっぱり醍醐味なのかなと、そういう風に思う、そういう話でした。はい、というわけで今日の動画は以上になります。ではまた。